じゃあ、今から始めたいと思います。今日はお忙しいとこ、お集まりいただいてありがとうございます。ハイパーレッチャーファブリックの、ジャパニーズドキュメンテーショングループの辻田です。今日はどうぞよろしくお願いします。今日はですね、2回目のミートアップということで、前回は私たちのグループがどんなふうに発足してどんな活動をしているのかというざっくりしたことをお話ししたと思うんですけども、今回は、ちょっと翻訳そのもののところをちょっとピックアップして、一緒に今、翻訳の、ツールの開発をお手伝いいただいている情報通信研究機構の内山さんにもご登壇いただいて、みんなの自動翻訳テキストラでよろしいんですかね、読み。まあ、それでいいです。はい。の、ご紹介と、そのツールを今の私たちのグループでどういうふうに使っているかっていうところを話していきます。で、発表は2本立てで、最初に内山さん、私が後半なんですけども、Q&A、ご質問などはチャットも、または下の Q&A の、さ、なんですか、ウィンドウ、どちらでも構いませんので、書いていただいて、発表の後にご質問に答えていく形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。で、発表いただく前にですね、アンケートをちょっと作ってみました。ので、ぜひ参加者の皆さんにお答えいただきたいんですけども、全部で4問あります。今、表示しますね。1番から4番までありますので、参加者の皆さんにちょっとポチポチっとしていただいて、送信していただけますでしょうか。では。これで、今シェア、皆さんの回答をシェアしました。見えてますでしょうか。1番、普段から何かしらの翻訳ツールやサービスを使っている方が6人中5名ということで、ですね、やはり何かしらの翻訳に関わっていらっしゃる。で、みんなの、自動翻訳を使ったことがある、知っているという方は4名いらっしゃいました。はい。で、またグループですね、共同翻訳をすることがあるという方も、4名いらっしゃったんですけど、これは2番の方と一緒の方かどうかわからないですが、1人で翻訳をするっていう方よりは、今回は複数人でっていうことも多いんですね。で、今回参加していただいた目的なんですけども、最初の3つ、皆さん興味があるということで、ありがとうございます。なかなか、今回はちょっと小規模な感じで、進めていくんですけども、ぜひご質問とかご意見ありましたら、またよろしくお願いします。では、早速、1つ目の、この内山さんの方から発表の方よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。NICT の内山です。画面共有します。これで、その普通の画面なんですけれども、これで、進めていきます。まず、みんなの自動翻訳アットマークテクストラのご紹介ということでして、ざっと、このウェブサイトなんですけれども、ご紹介した後で、ニューラル機械翻訳、聞いたことがある人が多いかと思うんですけれども、それについて少しご説明します。まず、このみんなの自動翻訳アットマークテクストラっていうのは、情報通信研究機構という、国立の研究機関で、公開している自動翻訳、国立研究開発法人、情報通信研究機構で公開している自動翻訳サイトです。利用の方法としては、非商用利用に限定されますし、また、メンテナンスのため定期的に止まるというような、商用サービスとは違いますけれども、私どもの自動翻訳サービスをお試しいただけるサイトとなっております。この、
みんなの自動翻訳アットマークテキストラーなんですけれども、サイトのニュースっていうところを見るとわかるんですけれども、2014年に一般公開を開始いたしまして、1年に1個ずつイベントを取っていったんですけれども、その年には、JST と一緒に科学技術文献データベースの作成に高精度自動翻訳システムを導入しております。また2016年には NICT、私たちの、研究所なんですけれども、それと特許庁の特許文献の機械翻訳に関する協力の継続について、確認しております。また2017年にはニューラル機械翻訳で音声翻訳アプリボイスドラの高精度化を実現しまして、2018年にはアストラゼネカ社と共同で、医薬業界向け自動翻訳システムを、開発しております。また自動車法規分の自動翻訳をニューラル技術で高精度化しておりますし、また第2回日本オープンイノベーション大賞総務大臣賞を受賞しております。さらにオープンソースのコミュニティに NICT みんなの自動翻訳を提供するということを出しておりまして、それに質問等ありましたら最後にまとめてでよろしいでしょうか。それとも都度なんですかね。どうなんですか。一応最後にしましょうか。わかりました。じゃあこのまま続けます。お願いします。このオープンソースのコミュニティに NICT みんなの自動翻訳を提供というものなんですけれども、国立研究開発法人情報通信研究機構と、Linux Foundation Japan がみんなの自動翻訳の AI 自動翻訳技術提供ということに対して、プレスリリースを出しております。この両者が協力することで、オープンソースソフトウェア向けの高精度 AI 自動翻訳システムを育てていくエコシステムを創出し、日本のソフトウェア開発を支援してまいりますという内容です。で、私たちのこのサイトなんですけれども、利用規約でが非常に OSS 翻訳に適しておりまして、利用規約のところを見ますと、アプリケーション利用者は商用目的や工場領属に反する目的のためにアプリケーションを利用することはできません。ただし、OSS ではいいですよというようなことが書いて あるんです。で、これ、OSS を特記しているのは、この OSS の場合には、特に利用目的とかに限らず、使うことができるものですから、そういったものと、このサイトの利用規約っていうのは本来相性が悪いんですけれども、正しいという文面で、OSS 等の公益性が高い文書に関しましては本サイトを利用することができると明記しております。またフォーラムといいますか質問応答の機能がサイト内にありまして、そこでOSS 翻訳利用時の著作権に対する考え方というものを回答したことがあります。その内容なんですけれども、OSS の文書を翻訳したものを配布する場合には OSS の条件に従ってくださいということで、みんなの自動翻訳を利用する場合には、電子辞書のように利用したと同じと考えられる。つまり機械翻訳の結果に対して何らかの修正変更などの手を入れることが普通ですから、そういった場合には通常の人手による翻訳と同様の著作権となるという考え方で本サイトを運用しております。OSS 翻訳でみんなの自動翻訳を利用した例というのを見つけたんですけれども、オープンソースカンファレンス2021にでオメガ T とみんなの自動翻訳でリブレオフィスの翻訳を爆速にした話というものが、野形淳さんにより発表されておりました。で、このリブレオフィスの
ドック等にも実は、本サイトを呼び出す機能がありまして、カルク等でも使うことができます。で、このサイトなんですけれども、みんなの自動翻訳ということで、みんなの協力で翻訳エンジンを育てていきましょうというようなコンセプトでやっておりまして、翻訳エディターっていうのがありますが、その翻訳エディターから、エンジンを修正して学習するということができるようになっております。で、これはハイパーリーレッジャーファブリックのイントロダクションを翻訳したものなんですけれども、こういったものを、対訳データもしくは翻訳エディターで修正していただいておりますと、これを汎用 NT プラスエンジンというのがサイトにあるんですけれども、それが、日時で学習を反映しております。ただ修正したものすべてが登録されるわけではなくて、ある程度フィルタリングみたいなのをしていますので、そのフィルタリングで落ちてしまう場合もあるんですけれども、持ち内で使われた場合には、この英語の方の先ほどのイントロダクション、In general terms, a blockchain is ブラブラっていうものが、一般的にブロックチェーンはっていうふうにそのまま出てくるというように、エグザクトにマッチしたものに対してはそのまま出るような学習もしてますし、また少し違うようなものでも精度がよく翻訳できるような仕組みになっております。で、今まで私どものサイトのご説明をしてきたわけなんですけれども、この中で動いているニューラル機械翻訳 NMT についても概要をご説明してしたいと思います。まずざっくりこの自動翻訳の歴史ということなんですけれども、計算機が発明されてすぐに自動翻訳の研究が開始されておりますし、その考え方自体は1949年にすでに提案されているということです。半世紀以上の研究開発を経て、今自動翻訳が一般に普及していると考えております。例えば今ご紹介のみんなの自動翻訳等のウェブ翻訳サービスですとか、ボイストラという、これも NICT が出している音声翻訳用のスマホアプリですとか、ポケトーク等の音声翻訳専用機が、市場に出ております。自動翻訳技術のタイプなんですけれども、規則ベースの自動翻訳とコーパスベースの自動翻訳と私は分けておりまして、規則ベースの自動翻訳というのはかなり前から一般に使われていたものなんですけれども、コーパスベースの自動翻訳というものは対訳コーパスという後でご説明するものから自動翻訳エンジンを自動的に学習します。で、その自動学習が可能ですので任意の言語対に対して適用可能です。NMT、ニューラル機械翻訳はこちらのタイプとなります。対訳コーパスってどういうものかって言いますと、これはフランスのパリ・パルク・デ・フランスで行われたワールドカップについての文なんですけれども、これがすべて別の言語で書かれております。英語ですとか、これがタイ語で、こっちがミャンマー語とか、そんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 のように、異なる言語で書かれているのですけれども、こういった同じ意味の異なる言語の文をたくさん集めまして、ここから自動的に、翻訳エンジンを学習しております。で、このコーパスベースのアルゴリズムの進展なんですけれども、まず1984年に長尾誠先生という、先生がおりまして、その先生が現在では EBMT という呼ばれておりますが、実際の翻訳例から自動翻訳エンジンを学習しましょうっていうようなことを提案したのが、このコーパスベース MT アルゴリズムの進展の最初のものだと思っていまして、
その後、IBM の研究者たちが統計的機械翻訳というものを出しておりまして、また現代の MNMT については2014年に、Google の研究者が。で、さらに、今広く使われている NMT につきましては2017年に、これも Google の研究者が発表しています。また私どものみんなの自動翻訳では、NMT の機構を使いつつも、この EBMT というものを実装して、使えるようにしております。これは、どういうものかと言いますと、あらかじめ対訳データが、小規模なものが与えられますと、それと似たものについては、同様な翻訳をすることができるという仕組みであります。第一世代と第二世代の自動評価尺度ブルーの比較ってなってちょっと分からない人には何のことかだと思うんですけれども、まずこの自動評価尺度っていうのは、どれくらいエンジンが、の性能の尺度なんですけども、その測り方といいますと、あらかじめ入力文に対して正解となる訳文を与えておきまして、その訳文、参照訳というんですが、その参照訳と自動翻訳結果がどれくらい似ているかということを測っているものです。また、分単位に測るのではなくて、ある程度、例えば線分とかで測る数値なんですけれども、この数値なんですけれども、30程度以上なら一般的に使える翻訳と言われております。で、先ほどの、ニューラルマシントランスレーションで、ここで第一世代と書いてありますが、実際にさっきのスライドにアテンションという機能がついたものなんですけれども、それによりますと、ここら辺の性能だったわけなんですが、今その第二世代とここで呼んでおります、機構に変化しますと性能がジャンプしております。で、これでかなり今使えるようになってきたっていうのが現状です。で、ちょっとどうやって自動でエンジンを作るかっていうんですけども、ここでは訓練とアダプテーション、適応を EBMT と3つ取り上げます。まず基盤となるニューラルネットワークの訓練なんですけれども、大雑把に言いますと、先ほどの対訳コーパスの一文、例えば日本語と英語の一組ずつ、このモデル NMT のエンジンのパラメータを調整しますが、それは大雑把に言いますと、入力文を翻訳しまして、参照訳文と比較しまして、翻訳文と参照訳文の違いに応じて NMT のパラメータを更新するということを大規模に繰り返します。例えば大規模な対訳コーパスですと数億回こういったことを繰り返します。のでかなり大変な作業なんですけれども、次に小規模、この場合にはだいたい数万分程度の対訳コーパスがある場合には、この訓練済みの NMT モデルに同じ訓練を特定分野のデータで追加しますと、その特定分野において、元となる NMT よりも高精度となることが知られております。また、EBMT という NICT で開発した詳細未発表の方法があるんですけれども、これは入力文と類似した対訳文をデータベースから検索しまして、十分に類似した文があるときにはそれを参考に自動翻訳いたしまして、類似文がない場合にはベースの NMT で自動翻訳するという方法になっております。また、アダプテーションでどれくらいの性能差が場合によっては出るかと言いますと、このアダプトっていうのはアダプテーションなんですけれども、汎用っていうのが元のにしたモデルなんですが、この線分だけ、持ってきまして、この精度を比較しますと、汎用だと31度なのが、このアダプトで38度。これは、よく分からない数値ではありますが、かなり大幅にジャンプしまして、
これが EBMT アダプトプラス EBMT だとさらに大幅に上がっていくことがわかります。で、この金融分野と申しておりますけれども、実際には適時開示文書において使っておりまして、その場合には異なる文書であっても重複する分が多いので EBMT の効果が高いです。今ちょっと内山さんがお家の事情で退席されているんですけども、Q&A 一つご質問来てるのですが、ファブリック以外にどんな OSS で使われているあるいは使われる予定がありますかとのことですけど、後で、内山さんの方からご紹介もあると思いますし、まあ、書かれてないこともあるかと思いますので、少しお待ちください。それで、アダプテーションで、ちょっと待ってください。これが、性能が高くなりますというようなことがわかります。また、OSS 翻訳でこのサイトにまた説明をずらすんですけれども、OSS の翻訳で翻訳エディターを活用するときに、なんかこの翻訳エディターっていうのがあるんですけど、そこに歯車がありまして、そこで設定をすると、OSS 翻訳で適した感じになるんですけれども、まず文章を、区切りますよ。一文ずつ翻訳した方が性能いいんで、文章を区切ります。また、MD とか RST とかですと、インラインの要素については翻訳しないで残しますみたいな設定をすると、性能が上がることが多いです。で、そうした場合に、この翻訳不要なものが翻訳されません。例えばこのピアノーズっていうのがそのままピアノーズって出てきたりして、便利ですっていうようなことがあります。またこのエディターっていうのは2つのモードがありまして、対訳モードと言いますと原文日本語、原文日本語っていうふうになっていまして、この MT っていうものは機械翻訳の結果がそのまま出ております。これを修正するとエディットのようなものになります。またリズイングモードといいまして、そのままの、レイアウトを保存したままでの翻訳もできるようになっております。で、本サイトなんですけれどもある程度使われておりまして、これ累積なんで当然右肩上がりなんですけれども、1日500人くらいの、4、500人の方が現状使っております。以上で、とりあえずの発表終わりまして、QA に移ればいいですかね。はい、お願いします。2つほどご質問来てます。見えますか？はい、ファブリック以外にどんな OSS で使われて、ライブは使われる予定がありますかって、これでライブで回答っていうのを押せばいいんですかね。ですね、特に私が一緒にやっているっていうのはここだけなんですけれども、例えば先ほどこれですかね、ここでオメガ T とみんなの自動翻訳でリブレオフィスの翻訳を爆速にした話というのがありますので、リブレオフィスの翻訳では使われているのかなと思います。また学習データはどのように準備するかということなんですけれども、NICT の基盤となるものに対しては NICT が準備しますけれども、この OSS の翻訳に対しては、まず基盤となるこの NICT のエンジン、汎用エンジンと呼んでおりますが、それで、翻訳をしていただくと、だんだんそれが日時で汎用 NT プラスっていうのがありまして、これが日時で、学習されてなんとなく性能が上がっていくイメージかなと思います。また用語を登録して、その用語を利用した、訳語の選択というようなこともできるようになっております。質問これくらいでしょうか。まだありますでしょうか。はい、ありがとうございました。そうですね、なかなかこの翻訳の歴史っていうのはそのままというか、
流して聞く機会がなかったので、ちょっと興味深かったです。ありがとうございます。また後でもご質問来るかもしれないんですけど、お時間大丈夫ですか？まあ、たぶん。ちょっと、はい、その少しだけ抜けるかも。大丈夫です。もし、あれだったら、後から、はい、はい、すいません。はい、じゃあ、ちょっとだけ抜けて、はい、失礼します。失礼します。では、続きまして、私の方から、パブリックの中でどういうふうに今使っているかっていうことで、お話ししていきたいと思います。はい、今画面を共有しました。見えてますでしょうか。翻訳グループ内での、テキスト欄の位置づけと、まあ、活用方法ですね、利点、課題についてお話しします。内容としてしましては、もしかしたらパブリックのこの、ドキュメンテーションワーキンググループ初めての方もいらっしゃるかもしれないので簡単にグループのご紹介とあとグループ内の翻訳フローですね、前回もちょっとお話はしたんですけどもそれのまあどの位置にこのテキストラを使っているのかっていうところです。で3番目に、この翻訳エディターのまあ、デモというか、まあ、ビデオを撮ったんですけども、どういうふうに動いているか、画面がどんなふうにあるのかみたいなところをご紹介します。で、最後にこの利点と課題を、まとめてご紹介したいと思います。で、私たちのグループなんですけど、ハイパーレッチャーっていうブロックチェーンテクノロジーですね、リラックスファンデーションから提供されている、そのいろんな、機能のそのまとまりがあるんですけど、その中のファブリックっていう、ものの、ドキュメントを、英語から日本語に、翻訳しているというグループです。グループ自体のは、日本語グループは、去年の7月頃に発足しました。まあ、今、ここの、まあ、真ん中のあたりにちょっと見えるかと思うんですけど、言語としては1、2、3、4、5、6、10個ですかね、のグループがそれぞれの言語に翻訳作業をそれぞれでやっている感じです。でですね、基本的に、フロート翻訳のフローとしては、まあ、GitHub をにドキュメントがありますので、まあ、ほとんど GitHub の、流れと同じなんです。GitHub でそのなんか開発したりするような流れとほとんど同じと考えていただければいいんですけども、まず一番左の GitHub 丸1っていうところが英語のドキュメントがある、ブランチをリポジトリを指しています。で、ここのまあ今、バージョンが、そのファブリックが、このバージョンが 2.2 を対象に翻訳してますので、その、バージョンを自分の GitHub のアカウントに、フォークして、で、手元の、マシンにクローンして作業を進めることになります。で、まあ、今3番なんです。クリエイトブランチなんですけど、まあ、ブランチを新しく切ってもらって、で、その中で翻訳作業を進めていくんですけども、その翻訳自体は、それぞれのグループのメンバーに、まあ、どうやって翻訳するかは任されていまして、で、まあ、一部の方は、そこの、みんなの自動翻訳のテキストラを使って、翻訳しています。で、翻訳したものは、まあ、GitHub の、まあ、自分のリポジトリにまずプッシュをして、で、本家の、リポジトリにプルリクエストを送って、レビューを受けた後、マージしてもらうと。いう流れです。で、今回そのご紹介するところは、一番右側のちょっと色で囲ってある部分なんですけど、4番のアップロードファイルとあります。で、まあ、私たちのグループは1人1ファイルを翻訳しようというルールにしてますので、まあ、翻訳したいファイルをみんなの自動翻訳のサービスにアップロードするんですね。で、それを翻訳して、編集して、で、ダウンロードしますと。
で、その翻訳をするときにですね、5番にインポートアディクショナリーとあるんですけども、グループで翻訳する場合の問題点というか課題というかあると思うんですけど、やはり人によってそのニュアンスの取り方、ニュアンスより専門用語の使い方とか、技術英語ですと特にどれをカタカナにしてどれをその日本語にするかみたいな問題ですとか、そういうのもありますので、そういう、用語集と対訳集っていうのを、置きました。この GitHub 丸2っていうのは、日本語のそのディクショナリー辞書ですね。これはLinux Foundation Japan の、アカウントの下に作ってあります。でご興味ある方は、どんな辞書かなって、ここの URL 見ていただいたら、出てくると思います。本当にシンプルな TSV ファイルで、誰でも、別に普通に画面で見れるようなものです。ですので、このみんなの自動翻訳を使ってない人も、この、ディクショナリーを参照して、翻訳を進めてくださいということに一応なってます。で今日ちょっとこの後デモなんですけど、ご紹介するのは、実際の方、設定はちょっとなかなか難しくてですね、後でもお話しますけど、ちょっと私がまとめきれてないところがありまして、で、その設定をした後の、サイト、サービスの中でどういうふうに翻訳されるかみたいなところ。ご紹介します。ちょっとお見せした方が早いですよね。音声はありませんので私が解説しながらお話します。みんなの自動翻訳の、ログインをすると、こんな画面が見、これ2つ目かな、見えます。先ほど内山さんの紹介にあったやつは、左側に英語、右側に日本語とあるんですけども、それはいろいろ翻訳のさせ方とか表示のさせ方とかありまして、今これ私がやろうとしているのは、いろんなこう条件を設定したところに、ファイルを読み込ませて直接読み込ませて、その辞書にあった通りにあった形で翻訳するっていう、そういう、流れになります。で、今作業フォルダークリックされてるんですけども、ファブリック202102っていうのが、辞書をちゃんと登録した、してある、フォルダーです。いろいろ作業中のとか、フォルダーのものが見えるんですけども、ここに、ファイルをアップロードします。でその文章というところをクリックすると、ファイルを選ぶような画面が出てきて、ファイルを選びますと。で、言語は英語から日本語ですと。で、それで OK を押すと、で翻訳が始まります。で、この翻訳なんですけど、ちょっとファイル全体を翻訳するのに時間がかかることがあります。これはネットワークの状況だったりとか、その文章の内容とかにもよるそうなんですけど、ちなみにこのファイルはですね、ちょっと改行とかが多いファイルなんですけど、300-400行弱のファイルで、2分ぐらいかかりました。途中端折ってます。はい。で、だんだんこう、プログレスバーがこう伸びてきて、右側に翻訳データが見えてきました。で、このなんか赤いボタンが見えたら翻訳完了と。で、右上の翻訳っていうエディターを起動すると、ですね、翻訳されたデータが見えてきます。先ほど内山さんのお話にあった MT っていうのが結構多いっていうのが分かると思います。この一番左の四角い箱がそれ1行ずつのこの箱ですね。ほとんど真っ赤ですね。はい。
で、その辞書がどうやって反映されてるかっていうと、その文章の中にこう下線が出てくるんですけど、この下線をちょっとクリックすると、こんな感じで、登録されたあの語、あの言葉がこう表示されます。まあ、基本的にはあの反映はされてるはずなんですけど、まあ、候補がいくつかあったり、あの一つ一対一じゃなくて一対複数みたいなこともあるので、そういう場合はここに選ばれて選んだ文字をこう選択したりもできます。だからこれだけでもかなり、こういちいちこうなんていうんですかね、グレップかけてこう見なきゃいけなかったりするのが時間が省けるので便利ですね。で、まあ、ずっと同じ感じで MT が並んでるんですけど、まあ、この TM っていうところですね。TM っていうところが、その、用語集だけじゃなくて、大訳集ですね。大訳なんで、文章を登録できるんですけど、その文章に、高確率でマッチしたものですよっていうところで、こう出てきてます。で、ただ、この文章をこうちょっとよく見るとですね、こう、なんか、インプリシミメタポリシーってなんかここの文にはないものが出てきて、多分これ前の文からのこう流れでこういう訳になっちゃったと思うんですけど、まあこれをちょっと編集しましょうということで編集をここの、枠の中で編集を行います。で、編集した文に対してはエディキットっていうことで、別の色が出てきます。これでもちょっと日本語変なとこあるんですけど、まあ変なかもしれないんですけど、まあ一旦これで、いいやということで保存をします。で、もしこれで全部の作業が終わったとしたら、この作業終了ボタンを押すと、前の画面に戻ります。で、前に、その翻訳自体は先ほどのその1行ずつのやつをコピーして自分の別のエディターというか GitHub にプッシュするようなそのファイルに貼り付けてもいいですし、ファイルのままが良ければここにダウンロードボタンが一応ありますので、これでそのままファイル丸ごとダウンロード、翻訳したものとか一緒に訳文と原文一緒になったものがダウンロードできたりとかします。まあ、ちょっとこれ保存してからすぐボタンを押したので、準備中になっちゃったんですけど、ちょっと別のファイルでやってみるというか、見ると、ちゃんとダウンロードのところも色がついてダウンロードできます。で、ちなみにこちらのファイルも、どんな感じか覗いてみますと、まあ、こういう形で、わーっと、意外と編集も してるかなっていう印象ですね。で、黒いところは、まあ、私がなんか入ってたのを消したりしてるんですけども、先ほどご紹介あったみたいに、その強調部分ですとか、コード部分とかを翻訳しないように、まあ、原文そのまま表示したりするようにしていただいたので、そういう意味では、日本語にしなきゃいけないところだけこうピックアップしてこうワッと流すような感じで、ちょっと効率化はすごく上がりました。で、あとですね、この画面の見え方とかもちょっと表示が今上下で1行ずつですけど左右だったりとか、あと原文だけ表示したりとか、原文だけ表示っていうのはあんまり、技術的の話ではあんまりないのかなって、どっちかというと訳文だけみたいなところが多いかもしれないんですけど、とかあります。で、これは、それからこれは、大訳モードですけど、先ほどのウィジークモードになるとこんな感じです。まあ、個人的にはこっちの方が、確認としてか、するには見やすいかなと思って、どんどんこっちを使ってます。はい。以上です。
で今こうワーとビデオで見ていただいた通り、エディター自身がこう1行ごとに表示もできるので、すごく確認作業は簡単に、簡単ってこう見やすくできますね。でアップロードの、するできるファイルもすごくいっぱい対応していただいたので、今パブリックはほとんど m.md.rst がほとんどなんですけど、まあ、そういったのをそのままこう何も考えずわってアップロードしちゃえるのですごく嬉しいです。で、まあ一応商用はあれ NG っておっしゃってましたけど、無料でグループとしては無料で使わせていただけているのですごくありがたいです。でその一番やっぱり特徴としては、この用語集と対訳集ができるところだと思うんですね。このグループだとその統一が取りにくいっていうところで、その用語集対訳集でその表現を確認し合えるっていうところはすごくいいと思って、これを使うことに使わせていただいてます。でまたその私としてはあまりこう他のプロジェクトで使うことがなかったんですけども、やはりそういうカスタマイズ翻訳のその、内容のカスタマイズができるということで、例えば C the application ってな文章は特許だとこの出願を参照されたりとか、金融だと申請書になるし、で IT 関係だと、まあ、アプリケーションなんでそのままアプリケーションとカタカナにするっていう、そういうところの使い分けをこうその先ほどのフォルダーごとでできるっていうのがすごく翻訳するのと専門の方にとってはとてもいいというお話です。あとプロジェクトごとでもね違うと思いますし、でその翻訳が終わった後もどんどんその用語集対訳集を登録して、自分のそのカスタマイズしたデータっていうのもできていくし、同じ文章がいっぱい出てきてても出てきてもそれをもとに翻訳してくれるので、そのなんか再翻訳したりとかこう確認作業に取られる手間はすごく省けると思います。でまあ課題、私が感じているその課題の部分なんですけど、まあ先ほどもちょっとビデオの中であった、まあ、この文章でこの前の話は今入れなくていいですとか、あと、まあ、就職がちょっと入れ替わったりするのは割と今までも頻繁にちょっとあったりして、まあ、そういうところの制度 の問題は、ま、もう少し残ってるかなっていう印象です。で設定のところの簡素化についてもまあ、ちょっと今回省かせていただきましたけど、その学習というか、翻訳対訳集用語集の設定の部分がどうしてもちょっと手順がのステップが多くてですね、なかなか難しく感じてしまうというところ、あとこれはもうプログラマー視点、完全にプログラマー視点ですけど、他のサービスとも連携してほしいとか、GitHub アカウントでログインできたらいいなみたいなこととかですね、あとグループ翻訳としては、やはり GitHub を使っている理由の一つはやっぱりオープンソースなので、オープンに議論する、オープンに連絡を取る、ね、内容をその確認し合うというところをやっぱり重要視したいので、そのグループ内でもし使うとなった場合のその連絡とかを、まあ、そこのみんなの日本語翻訳さんのサイトの中でやるのか、それとも他でやるのかとか、その議論をもししたときに、その履歴とかの内容をオープンにできないか、やっぱり今のサイトはちょっとログインして、その先ほどの翻訳の画面が出てくるので、その辺の、まあ、これはまあ特徴といえば特徴なんですけど、情報共有の考え方っていうのをちょっとこれからどういうふうにしていったらいいのかなっていうのはあります。
なので、今のところはハイパーレジャーファブリック、私たちのグループでは、みんなの自動翻訳さんのそのサイトの中のグループ化はしてなくて、まあ、あくまで何か議論をしたいとか、話、こう意見聞きたいというときは、GitHub のイシューとか、プロリクエストの方で、話を進めるようにしています。発表の方は以上で終わりなんですけども、まあ、こんな感じで翻訳作業をなんかちょっと一緒にやってみたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に作業やってみたいと思いますので、ぜひ何かありましたら、ウィキページの方でもいいですし、私に直接でも構いませんので、ぜひご連絡ください。詳細こちらのこの URL なんですけど、一応ここはログインが必要で、Linux Foundation のアカウントかな、なんかいるんですけど、GitHub でログインはできたりしますので、まあ、ぜひもしもっと詳しいこと知りたいという方は、覗いてみてください。はい、以上で発表終わります。ありがとうございました。QA、一つ質問が来てますね。他の OSS ドキュメントの翻訳作業に、みんなの自動翻訳を使おうとしたとき、どれぐらいの準備が必要になりそうでしょうか。はい、ご質問ですね。私たちのグループの例で言うと、もう先に翻訳自体が走ってたんですね。なので、ここに最初ちらっと出ていただいた前川さんに手伝っていただいて、その翻訳した後の、そのする前した後のファイルを全部みんなの自動翻訳に読ませて、そこから用語集と対訳集を作っていただいたという経緯があります。なのでもうすでにドキュメントがあって、そこからっていうところが今ちょっとどういうふうに効率的にこう広めていったらいいのかなっていうのを考えてますね。なの で、まあ、ゼロから、まあ、今からこうプロジェクトがスタートしますっていうところだと、もうみんなそれを使って用語集と対訳集共有することができるので、ゼロからやる方はすごく入りやすいと思います。何かその辺、内山さんか前川さんから何かアドバイスみたいなのあります？もし、オメガ T とか使ってれば、そんなに、もうすでに対訳とか持ってますから、いいと思うんですよ。で、もし何のツールも使ってないんでしたら、それなりに性能が高いはずなんで、それを修正するだけでも、手数は減るかとは思うんですけれども、ただその、先ほどの翻訳エディターが使いづらいというような、その最初の壁はどうしてもあるのかなとは思います。はい。ありがとうございます。前川さん、その最初作っていただいた時ってどんな感じでした？対訳集と用語集、はいはい、対訳集、多分こういう仕事をちまちまと対訳集めたりするようなのを30年ぐらいやってますんで、かなり慣れて楽しいし作業なんですが、そういう人がいないと結構、大量の大役を、手作業で集めるというのは、とても辛いというかしんどいでしょうから。でも自動翻訳自体がすごく賢いから、やっていくうちに賢くなっていくでしょうし、翻訳終わったら大役貯めて登録する、翻訳終わったら大役貯めて登録するっていう担当の方一人、一元化して立てはったら、結構加速度的に賢くなるんではないでしょうか、とやってて思います。
なるほど、なるほど。そうですね。その部分は、なんか、翻訳、対訳、用語と対訳作っていただいて、まだそれの更新っていうところは、まだ全然私たちも でつけてないんですよね。それに、ファブリック、先ほどお見せした、こう、よ、あの、言語は、本当日本語だけじゃなくて、9つあって、やっぱりそれぞれのグループで、同じような悩み抱えてるところもあるので、まあ、一応、そのファブリックのドキュメントとして、一応、用語集っていうページはあるんですけど、まあ、それだけじゃやっぱり足りなかったりするので、まあ、そういったところのこうサポートとか、こうなんかもうちょっとできたらいいなとは思ってるんですけど、まだまだ私たちも手探りですかね。はい。ありがとうございます。質問は以上でしょうか。他に何か。ですか。はゃあ、ちょっと予定より早いですけども、今日は一旦これで終わりにしたいと思います。ぜひこれからもそのグループ翻訳とか、そのまあ、ハイパレッジャーファブリックっていうところにこだわらず、その翻訳とかそういうところもいろいろ一緒に考えていけたらいいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。ぜひまた何かご意見あれば遠慮なくご連絡ください。今日は内山さんと前川さん、本当にありがとうございました。あありががととううごござざいいまましした。た。これで終わります。失礼します。あ